俺も付き合うよ。他にもまだ情報を持っている人物がいるかもしれない。ここに遊びに来たんだぜ。それがあんなことになって、いわば急病人が出た飛行機に乗り合わせた医者みたいなことになってるだけだ。いい例えですな。まあそういう商売のことで、ご理解いただいたところで協力していただけますか。何ですか。少し確認しておきたいことがありましたね。ちょっとこんなところで尋問は勘弁してくださいよ。どうせこのホテルから出られないんですから。また後になるってことで。市川はおそらく何かとぼけてるな。まあ確かに廊下で尋問というわけにもいくまい。田中との話に関係があるでしょうか。それはまだわからん。それよりお聞きしたいんだが、10時前後あんたはどこで何をしていたのか教えてもらえんかね。妙に疲れてしまって部屋で眠っていました。わかりました。ではまた何かあったら私まで連絡してください。話を伺いたいんだが、家内は今非常に興奮してまして、子供もいますし。無理もないか。じゃあ話を聞くのはまた後にしよう。旦那さんがあの時何をしていたのか。家内たちがみゆきさんとプレジールに行った後、少し心配だったので後から向かったんです。その時家内の悲鳴が聞こえて慌てて駆けつけたら、あんな騒ぎになってまして。殺された南川とはこのホテルが初対面かね。ええ、そうです。話だってまともにしたことがありません。それが、いや、わかりました。奥さんにゆっくり休むようよろしくお伝えください。ここは俺の部屋だぞ。時間がない。一緒に他回ろう。市川正夫と森山雅子の部屋。留守みたいだな。こんな時にどこ行ったんだ。Thank you.
展望レストランだ。誰もいないようだ。ここは13階の客室だ。さて、誰を訪ねよう。ああ、警部さん、どうしたんですか？事件が起きた時のことを。少し。私はむしゃくしゃしていて、バーでお酒でもと思って歩いてたら、廊下でみゆきさんと野口さんの奥さんに会って誘われたのよ。一人でいても気がめいるばかりだったから誘いに乗って、それでフレジールに行ったら人が倒れていて、慌てて駆け寄ったらもう息がない状態だったの。それでみゆきさんたちを呼んだら野口さんの奥さんがパニックになっちゃって、私が警部さんを呼びに来たってわけ。するとあんたが死体の第一発見者か。まあ、そういうことになるよね。その時、プレジールに誰かいませんでした。え？誰かって、どういうこと？あの現場に誰かいたような気配はありませんでした。え、いえ、みんなが来るまで私たち以外は誰もいなかったはずよ。そうですか。また何か思い出したら連絡してください。わかりました。それじゃあ。聞いておきたいんだ。10時前後、あんたどこにいたかね。することもないし、部屋の外を歩き回るのも怖いんで、部屋で休んでました。やはり部屋にいて正解でした。犯人は殺人鬼ですよ。部屋から出て外を歩いてたら、私だって殺されたかもしれません。犯人が殺人鬼かどうかはどうか。あんたには何も心当たりはないって。もちろんですよ。その南川という人はここで初めて会ったの。いや、お休み中失礼した。何かあったら連絡してくれ。後でゆっくり調査する必要があるな。だが今は聞き込みが先だ。殺された田中の部屋だ。今は立ち入り禁止にしている。Thank you.
部屋に戻るのか。いや、もう少し回ろう。ジムだ。誰もいないようだな。誰もいないな。今は現場の調査より聞き込みが先だ。警部さん。ああ、市川さん、少し確認したいことがあるんだが。警部さん、お話なら部屋に戻った時にしてくださいません。ああ、こんなところで尋問されたらたまりませんよ。今は非常事態ですからな。ご理解いただけませんかな。少し飲んだら部屋に戻りますから、その時にしてください。それじゃ、警部さん、そういうことで。チッ、人が二人も殺されたっていうのに。まあな、だが現段階では強制力が何もないから、やむを得ん。
務室だな。誰もいないようだ。星山さんは巡回中か。そうらしいな。他を回ろう。事務室だな。誰もいないようだ。何かあったらすぐに連絡してくれ。ええ、そうします。他を回ろうぜ。剣持さん、星山さん、お疲れ様です。ここを立ち入り禁止にしておきました。ああ、それは助かります。これ以上何も起こらなければいいんですが。そう願いたいもんですが、犯人の特定が未だ見当もつかない状態だからな。ああ、油断は禁物だな。もう一度初めから整理してみるよ。前はいつだって事件を複雑に考えすぎる。
事件というものはいつもそんなに複雑とは限らんのだ。勝手に動き回るなよ。じゃあな。